ショートプログラムでの100点超え、そしてフリーではややミスがありましたが、高い得点での金メダル獲得。後半にから、中盤から後半に向けての高いレベルの高得点になるジャンプを決めたというところも大きかったですね。そうですね、ミスがありながらも290、高い得点が出ました。あの時は 280.09 というポイントでした。結局はショートプログラム、そしてフリーともにトップとなって見事な金メダルでした、羽生結弦です。でまだ19歳ですからね。はい、まだこれから、はい、もっともっと素晴らしい、そうですね、はい、高い技術をどんどん見せていってくれると思います。ピョンチャンでは23歳ということになります。いい年齢ですね。一番脂の乗ったいいスケーターになっていると思います。技術もしっかりしていますし、本当に醸し出す雰囲気というのは、19歳と思えないようなところもあります。羽生結弦です。今日もひときわ